おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら。これね、メガバスのカナタアユ SW っていうね、ルアーなんですけども、最近ねお気に入りでよく使っているんですよ。っていうのも狙ってでかい魚が釣れるっていうことで、まずはこちらをご覧ください。カナタすげえ流れるな。これバレるかな。いるんだね。激流フィッシュ。弱ってくれ。長い。よいしょ、長い。よいしょ、うお、でかい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 。よいしょ、よいしょ、うお、どっこいせ、長いぞこれ。よっしゃ、長い。うお、うお、これはカナタフィッシュ、長いんじゃない。とりあえずありよ。もう一個かかってんな。よっしゃ、でかい86。やったぜ。なんかでかい。いや、よく釣れたな。ありがたい。いやでかい。いや嬉しい。この口見て。でよっしゃ、釣れた。でタックルはね、メガバスのカナタ SW に自分で作ったベイトロッドの組み合わせでございます。来た、やったよし、じゃあね、計測して逃がしてあげたいと思います。めっちゃ重い、めっちゃ重い。よいしょ、ありがとう。でかい。カナタありがとう。よっしゃ。じゃあね、こいつはすぐに逃がしてあげたいと思います。いやー、川筋最高。はい、タックルはね、こんな感じでメガバスのカナタにアルデバラン、初代アルデバランですね、それと、まあ、竿がね、これ自分で作ったベイトロッドなんですけど、まあ、こういう、
中量級でかい系なんでもぞみたいな感じで作ってね、最近大活躍しております。イエイ。はい、というわけで帰ってきました。ねえ、なかなかゴンブトで長い気が連れてくれましたっていうことで、ちょっとね見えづらかったかな。もうね照明もほとんどつけないで、で一人でね、ごそごそと釣りをしているんですけども、アングラーズの方でね開催されているシーバスの大会、これにエントリーしてまして、3匹長い魚を釣らなきゃいけない。こういう状況の中でまあいろんなルアーを投げてるんですけど、最近ねがぜんね、具合がいいのがこのカナタアユ SW っていうことで、この時もですね結構なんか雨が降ってたコンディションかな、で流れもあってですね、そんな中で、大きな魚を絞り出したいなっていうことで、この釣りの前の時にねこのカナタでですね、2匹連続で77センチぐらいのが釣れるっていうことがあって、でタイミングではねちょっとこのカナタ入れ込んでみようっていうことでね最近釣りをしているんですね。でこの時もいい感じの流れのよりにね、あそうだカナタ投げてみようって投げたら、85センチは超えてたかな、86ぐらいあったと思うんですけども、ゴンブトのね、スズキが反応してくれてっていうことで、まあこういう感じのね長くてでかいミノーなんですけど、巻いてみるとね分かるんで、めちゃくちゃね巻き心地が軽いんですよね。これによって激流の中でもスル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 ってねこうね泳がせることができて、で結構ねトップレンジよりね下に魚がいそうだなっていう時にこのリップでねちょうどよく入っていくんですね。ちょうどよく入っていって、でビラ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 ってねアピールを続けてくれてっていうことで、で結構ねこれ秋のこの白シーズンなんかもよく使うんですけども、昼間自分はあんまりこれ得意じゃないんですよね。昼間もね結構投げてるんですけど、夜の川筋激流この条件でね投げるとねものすごいね威力を発揮してくれるんですよね。でなかなかね釣り具屋さんに結構ある時とない時があるんで、見かけたら買うようにしてるんですけども、今年は何やらこれのリップのね長いバージョンが出るなんていうアナウンスも出ているんで、そちらもね非常に楽しみなんですよね。でタックルはねベイトタックル、自分でね作ったタックルなんですけども、竿は、それに旧型のアルデバランの組み合わせで、投げております。使い心地としてはね、SLXDC とかねちょっと新しいリールにね変えたいなーなんていう思いもあるんですけども、ちょうどね昔のアルデバランのギア比7だったかな、それでタカタカタカって巻くとね魚がよく反応してくれてるんで、ちょっとね変えるに変えられなくてっていうところもありつつ、でカラーに関しては、夜のね微妙な明暗の明かりなんかもフラッシングしないかなっていうことで、こういうちょっとキラキラしたね、カラーを試しております。この他にもねちょっとね、クリアっぽいカラーとかも手に入れたんでね、秋にかけてはそういったカラーも試してみたいんですけども、何してもねこれのおかげでですね86センチが釣れたんで、今ね上から今回の86センチバルーナで釣れた83センチあと77センチかな、こんな感じでねこの時ではね順位の方が、変動していたんで、まだまだね1位はねすごい遠いんですけども、まあこれをね、投げれる時間がある限り投げてね、できるだけ上位を目指すっていうこういう作戦でございます。はい、というわけで、今回の釣り講 TV はこちら、メガバスのですねカナタアユ、SW、これを夜の川筋で投げてみたところ、ランカーシーバスが釣れたよってこういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。